Nice move. Anyway, hi, hello, welcome to the Archon Quest. I am doing this so in reverse. Oh wow, I am that crazy apparently. So if you're wondering, I've recorded the small guy and the event, and then I did this world quest here for the RP thingy. Because I want to unlock my sword weapon thing, and now I'm starting the Archon quest. Will I 100% this? Not right now, because I'm actually trying to make sure I can balance this out. I think 97 isn't good enough, to be honest with you. I can stop for a while. Alright, I'm gonna open this one, right? Unable. I'm a little sick too, so. Yep. ヌビレットは竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。We haven't even met anyone from Midland either. Yes, we did. It's one of the event. I think it's the boss fight one. だな。That was the first time. 鎖国してた時ですら、稲妻人とは別のとこで会ってたのに。あ、もしかして。あなたって人が住んでないのか？いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。あう、かっこよく撮ってくれよな。って違う。シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃないっていうのが私たちの考え。タッチ一緒に戦った日々が。Yeah, I'm gonna say that Navia should be number one. I guess that's what my head was going. もし何か困ったことがあれば知らせて。Okay. 距離なんて問題じゃない。別れを告げると寂しくなってしまうのだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。Let me know when the next festival is around, huh? もうそんなことを考えてるのかい？さすがと言うべきか。Says you, girl. もちろん呼ばせてもらうから安心してくれたまえ。賑やかなのが好きなんだろう。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね。ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて。写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえばさっき言ってたあなたのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別にあなたもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし。Was there any Fontainian out of in the other region? I never remember what. あなたを離れようとしないんだ。でも外から来るものは拒まないはずだよ。ナタへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構ナタに行ってたみたいよ。なるほどな。安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。Well, yeah, dude. 大丈夫だ。あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。
True. まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも旅の醍醐味だからね。準備 OK よ。さあ撮りましょう。それじゃあ旅人、行ってらっしゃい。そう。ハロ。行ってらっしゃい。いつでも戻ってきなよ。事前に知らせてくれれば他のみんなも呼べるしね。その時はきっともっと賑やかになる。いらっしゃる。ナタには宝石が有名な場所があるんだって。これよ。仕事が一段落したら私も行ってみたいな。行ってらっしゃい。その時は。いいのが取れたわ。一枚はバッチリ生地にできそうだし、もう一枚は記念にぴったり。大収穫よ。Well, off to Midland I go. Wee. Oh, this is a big tree. There are many animals I've never seen. But I can't find a place to go. Where do I go?Let's try heading this way. I see signs of human habitat. 確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。If experience is anything to go by, there should be the case. Akon has the deepest connection to their respective nation. 話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて、道なりに進もうぜ。Flowers resplendent on the sun's scorching scorching。見ろ、壁にいろいろ落書きされてるぞ。とにかく道は合ってるみたいだな。ごめん、カチーナ。約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ俺もセンパーもいい成績を収めないといけないんだ。メンバーが見つからなかった以上このまま時間を無駄にしてられないわ。でもみんなが行っちゃったら私一人だけになっちゃうよ。ごめんね。でも君はまだ若いし、コメの継承者なんだからきっとチャンスはいくらでもあるわ。対して私たちはただの部族の戦士よ。何年も戦ってきてもう体は衰えてきてるのに、まだまともな栄誉を得られてないの。こいつの言う通りだ。前回惨敗したのを忘れたわけじゃないだろう。今回は前より参加者が少ないけど、このままじゃおそらく同じ結末をたどる羽目になる。帰化聖夜の巡礼のエントリー締め切りは今日の夕方までだ。チームを変えるなら今しかない。分かった。それじゃあ仕方ないよね。はあ、私がもっと強かったらよかったのに。他の5名の継承者たちと比べて弱すぎるよ。What is happening? いいんだ。私の5名はウッサビーティなんだから仕方ないよね。自分で何とかするよ。もし無事にいい成績が取れたら打ち上げには絶対呼んでやるからな。ええ、一緒に大会に参加しなかっただけでこれからも友達だからね。うん、時間があるうちに早く強いチームを探して。はあ、また次回どうにかして勝つ方法を考えるしかないかな。あそこの女の子
置いてけぼりを食らったみたいだな。落ち込んでるみたいだぞ。Let's go check on her. ありがとう。大丈夫。Oh, you hurt me. 見かけない顔だけど、旅の人？ Yes. おう、オイラたち中に来たばかりなんだ。こんにちは。私はカチーナ。ウッサビーティのカチーナだよ。ウッサビーティ？あ、コメって言って、ここの文化なんだ。ちょっと複雑なんだけど、とりあえず称号みたいなものだと思ってくれればいいよ。遠いところからはるばる、ヒカセイヤの巡礼を見に来たんでしょ？だったら今に、コメの意味を知ることになるよ。その、なんとか巡礼ってのは何なんだ？さっきもそれについて話してたよな。うん。ナタで定期的に開催される競技大会だよ。試合で順位を決めるんだ。すっごく注目されてる大会でね。上位の選手は一気に有名になれるってだけじゃなくて、旅順者の戦争に参加する資格ももらえるの。簡単に言うと、勝ったら英雄になれるってこと。みんな英雄になりたいんだ。何かでバトルをする大会ってことか。参加するにはチームを組まないといけないのか。参加者が多すぎるから、ヒカセイヤの巡礼は2段階に分かれてるんだよ。Yeah. 最初は団体戦で、普通は5名の継承者率いるチームがナタの各地で戦って成果を奪い合うの。その継承者っていうのが私みたいな称号を持つ人のこと。団体戦が終わったら、勝ったチームのメンバーはみんな個人戦に参加できる。個人戦ではタイマン勝負になるんだ。 Sounds like a national game. 言われてみれば確かにそうだ。規模も大きそうだな。待て、コメの継承者がチームを率いるって、つまりお前が隊長ってことか。うん、隊長だよ。今は隊員がいない隊長だけど同じ継承者でも実力にはすごく差が出たりする。勝ちたければすごい隊長を探さないとって思うのも納得かな。私も二人の立場だったらきっとそう思ってたと思うから。 So what's your plan now? 五名の継承者は参加必須なの。責任があるからね。誰も助けてくれないなら一人で行くよ。せいぜい怪我をする程度だし、2週間もあれば治るでしょう。戦いはあんまり得意じゃないけど、回復は早いんだ。なあ、この流れってオイラたちのセリフを待ってるんじゃないか。 What thing? What? I'm helping her? Come on. I'm right with you. No, no, I'm not. Bye-bye. Is that time? Is it that time day already? Oh, God.オイラたちの旅路を切り開くあれの時間だぜ。え、何の話？ How about we join you and destroy the world? I mean, whoa. ごめん、ついテンションが上がっちゃった。なんというか、その気遣ってくれてありがとう。すごく、すっごく嬉しいよ。Thank でも、God. ヒカセイヤの巡礼には、ナタの人しか参加できないんだ。I wouldn't be surprised if the next event will be like for everyone. That would be something, I guess. 試合で勝って英雄になるって流れかと思ったぜ。気にしないで。本当に嬉しいんだ。だって、今まで誰もそんなことを言ってくれなかったから。そうなのか。うん、普段はみんな仲良くしてくれるけど、エントリーの日が近づくと
みんな私を避けてる気がする。目も合わせてくれないし、キカ星矢の巡礼から話題をそらすから、私に誘われるのを怖がってるんじゃないかな。That's just rude. 理由は聞かなくたってわかる。私が弱すぎるから。ねえ、あなたたちはそういうの気にしないの？私のチームに入っても何のメリットもないのに。ひひ、こいつは強いんだぞ。神でも竜でも大きなクジラでも、どんな相手とだって互角に戦えるんだ。そんなにすごいの？なるほど、絶対勝てるって自信満々だから、私の実力も気にしなかったんだね。I don't think Paimon's words for legit, okay? I mean, you were just in a tough spot, okay? I just want to help. そうだぞ。困ってる人に手を差し伸べる。オイラたちはずーっとそうしてきたんだ。これが冒険者精神ってやつだぞ。手を差し伸べる冒険者。あなたたちみたいな人、見たことないよ。強くて優しい。まさに私の憧れとぴったり。ねえ、あなたたちはしばらくナタにいるの？そばで勉強させてもらってもいいかな？勉強？うん。弟子か子分みたいに。別に何も教えてくれなくてもいいよ。自分で観察するから。なるべく迷惑はかけないようにする。それに私にもできることがあると思うんだ。Cool. 例えば観光の案内とか。ナタのこといろいろ教えてあげるよ。どうする？お前にすごく憧れてるみたいだぞ。Sure, but what about your competition? そうだよな。もうすぐ締め切りとかって言ってたし、あんまり時間がないんだろ。いいんだ、どうせ残りの時間も何もできないから。試合で負けるのはもう慣れっこだし、みんなもそうだと思う。誰も私に期待なんかしてないから大丈夫。 That's just rude. それに、Isn't this like a team effort? The hell? 何かを学べたら今度こそ勝てるかも。Alright, don't expect your expectation too high. We're just ordinary people. Yes, everybody. 連れて行ってくれるだけでも嬉しい。じゃあついてきて。うちの部族、児玉の子を紹介してあげる。私が生まれ育った場所なんだ。Oh.There's a thing there. うちの部族には音楽やダンスが好きな人が多くて、みんなリズム感がすごくいいんだ。外国から来た人がわざわざここに来て勉強したり交流したりしていくこともあるよ。パパとママはダンスを教えたかったみたいだけど、私はやっぱりすごい選手になりたいの。Heyo! So that's how you sound. この子は私の仲間で大切な家族のユウちゃん。
Ew. あなたたちのこと気に入ったみたい。今のは挨拶したんだよ。Can you say the species name so I can not butcher it next time? では人間と竜ってそんな関係なのか？ナタは英雄の国だけど、竜の国でもあるの。どの部族も竜とは仲良しなんだよ。外から来た人たちはいつもユウちゃんのことをペットだって勘違いするけど、そんなんじゃないの。ユウちゃんはいつも一緒に冒険してくれるけど、ユウちゃんにも自分の家族はいて住む場所があるんだ。共に家族のみんなを連れてうちにご飯を食べに来ることもあるよ。子供の子の人が一番親しいのはテペトル竜だよ。Oh god, that's way too much. 人間が好きな竜だから、こんな風に仲良くできるんだ。竜にもそれぞれ個性があるから、一概には言えないけど。そう、みんな仲間なんだ。うん、やっぱり仲間って言葉がぴったりだと思う。ほら、この子たちもそうだって。Oh, hi. お前も来たのか。え、あなたたちにも竜の仲間がいるの？すごくおとなしそうな子だね。キュウちゃんとも仲良くなれそう。じゃあ、ユウちゃんたちはゆっくり遊んでて。私、大事な用事があるから、終わったら戻ってくるね。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメじゃないと、ユウちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。あ、エヨー、エヨー is not what the hell。ここに。あ、バカルおじさん。紹介するね。おじさんはうちの部族の族長なの。Why are you having that, bro? ナタに着いたばっかりの旅人さん。冒険の経験が豊富なんだって。今はそばで勉強させてもらってるの。Hi.担当直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族のものだ。俺にはこの子の安全を守る責務がある。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか。え、そんなこと言わないで、バカルおじさん。この人たちは絶対にいい人だよ。He's probably joking. 感覚だけじゃ、両親は説得できないぞ。Okay, Grandpa. おいらたちの冒険の証を見せてやるぜ。これまでの旅のことは全部書いてある。You mean my achievements? No, sure, man. 冒険の証。冒険者協会にもいろんな奴らがいるからな。もっと説得力のある証拠がないと。なるほど。ん？お前たち、あの旅人と眷属パイモンなのか？オイラはガイドだぞ。なんでそんな風に呼ばれてるんだよ。まあ、眷属って
呼び名は嫌いじゃないけどな。なんだかお前が魔人になったみたいだよな。What? Okay. そこまで驚くことなの？お前聞いたことないのか？全然。Okay. 彼女の元でよく学べ、カチーナ。今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。そんなにすごいの？でも、バカルおじさんがそう言うなら本当にすごいんだね。あれ、クラブドクル。いいんだぞ。お前って思った以上に責任感が強いんだな。カチーナはまだまだ幼いからな。周りが気にかけてやらないと。Can I have no weapon? それよりもカチーナ、大会の受付はもうすぐ終わるぞ。どうしてまだ出発していないんだ？大丈夫。まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。後で追いかけるよ。喧嘩は得意じゃないけど、足だけは速いからね。カチーナのやつ、心配かけたくないんだろうな。なるほど。邪魔して悪かった。さて、さっきはどこまで話したんだ？俺ならもっと詳しく説明できると思うが。大礼の話が終わって、ちょうどコメの話をしようとしてたよ。おじさんと会えてよかった。私じゃうまく説明できそうにないもん。そうそう、ずっとコメって言ってるけど、それは一体何なんだ？ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。コメというのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。そうだよ。例えば私のコメの一番有名な継承者は27回も旅順者の戦争に参加したんだ。最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は彦星矢の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。So why do people inherit ancient names? 古名は物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。わあ、黒い石の中にキラキラしたものが入ってるぞ。とても神秘的な雰囲気。Really cool if they put it on the character though. It looks like a feather. 大礼は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして現継承者の行いもまた古名に記録されるんだ。時が経つにつれ古名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまたその功績に励まされる。例えば私みたいにね。今でもどうして大礼が私を選んでくれたのかさっぱりだけど、でももしあんなにたくさんの英雄たちも昔頑張ってきたんだってことを知らなかったらとっくに諦めてたかも。 So it's a mental thing. 精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら励まされるものも励まされないぞ。コメについてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。古名を手に入れた時に大礼の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、
強さを求め、自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとう、バカルおじさん。私、元気出すよ。さて、そろそろ聖火競技場に向かわないとね。あ、あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかは、まだ聞いてなかったけど。聖火競技場って、ヒカセイヤの巡礼をやる場所か？うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。 Will the Archon be there? うん、そうだよ。エンジン様はヒカセイヤの巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さあ、早く行ってくれ。はい、じゃあ行ってくるね、バカルおじさん。バイバイ。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。You're a very considerate person. 本当だよな。さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって、ヒカセイヤの巡礼は本当に大事なんだよ。It's important. 私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。Doesn't matter if like she's not a good cap or something.強者になることに憧れたら、If it's important, somebody would do join. 自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか。聖火競技場でヒカセイヤの巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば、考えも改まるかも。私たちの文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば小玉のこの集落から出られる。それから最後のスポット、七天神像もあそこにあるよ。さあ、行こう。すごくかっこいい心臓だな。エンジンってこんな感じなのか？うん、そうだよ。綺麗で凛々しくて、すっごくかっこいいんだ。そういえば、この前七天神像に触れた時は炎の元素力を得られなかったよな。一体なんでなんだろうな。え？七天神像から元素力を手に入れるの？It usually works. カチーナにお前の凄さを見せてやれるチャンスだと思ったのにな。不思議だよな。なたってそういう特殊な土地なのか？残念だったね。期待させちゃってごめんな、カチーナ。ううん、気にしないで。それよりも、前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。Yeah. Not sure why though. ちょっと見せてくれないかな。できればでいいから。Sure. お前の腕を見せてやれ。
Oh, so we can do it now, huh? Fuck you. Could have done that to the Fatui. No. Had to fight with your doll blades. Freaking cringe, Lord. やっぱり岩の元素力しか使えないや。私とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたらきっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ。Okay, why are you out here?This is nice, I guess. Like a new shot. Takoi Sora, Tatemo Hayaku Taberanda yo. Kyo mo Genki Ippai da. There's something huge in the sky. Reminds me of the time in Mondstadt. Towari ni deatta nda yo na. Ah, yes, 4 years ago. Thanks for telling me that I'm ancient as fuck. So yeba.これをあげるよ。キラキラしてて宝石みたいでしょ。ママが作ってくれたキャンディーなんだ。Thanks. 遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。甘いものは大好きだぞ。ありがとな。Thank you. うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろコマコマしたものを持ってきたから、きっと役に立つと思うよ。結構歩いたね。ちょっと休もうか。うん。ここに来る途中、不思議なものをいっぱい見てきたからか、なんだかお腹が空いてきたぜ。You say that as if you use your stomach as to... Wait, what? You say that as if you use your stomach to see. Okay. キャンディーは食べ終わっちゃった?他のものもいろいろあるよ。パン、Girl, stop drink. 飲み物、stop taking everything. リンゴ、それからご飯物も。おお、まるで歩く食堂だな。いろいろ持ち歩くのが好きなんだ。ママもいつも備えあれば憂いなしって言ってるしね。役立つ機会はあんまりないんだけど。今回はちゃんと役に立ったね。あれ?どうしたの?何か悩み事? Just thinking about what happened to the Statue of the Seven. おお、確かに変だよな。もしかして何かの兆候とかか?もしかしてだけど、ナタのエンジンが他の神と違うのが原因だったりしないかな?どういうことだ?他の国の神は魔人っていうとっても長生きな強い生物だって聞いたから。そうだぞ、ナタはそうじゃないのか。違うよ、ナタのエンジンはエンジンになる前はみんな普通の人間だったの。え、人間が神になったのかよ。そんなことができるのか。A human ascending to the divine throne. Sounds like Fuina. お前も不思議だって思うよな。No. これって珍しいことなの? Maybe, I guess. ナタではずっとこうだったから、そういうものかなって思ってたけど。I'm guessing the Archon is more like a spirit, I guess. なんていうか。Or some shit like that. 今までの旅で知ってきたこととはちょっと違うな。人間が神になるっていうのは、そう簡単にできることじゃないと思うぞ。具体的にどうなってるのかは私も知らないんだよね。もしかしたらエンジンだけが知ってるのかも。私が言えるのは、たとえエンジンになっても年は取るし休息も必要ってことだけかな。七天神像の姿が今のエンジンと似てるのはただの偶然だと思うよ。エンジンになった人はあまりにも多いからね。エンジンもピコ星矢の巡礼で選ばれるの。
自分の力を証明できれば誰だってエンジンになれるんだよ。 OK, Colin Tree. 勝負だけで決まるのか？うん、私たちにとって戦闘は一番多くの要素を試せるものなの。だから一番納得できる方法なんだ。今のエンジンは圧勝したんだよ。みんなの予想通りにね。私はともかく部族のお年寄りまでこんなに強いエンジンは見たことがないって言ってた。でもバカルおじさんも言ってたけど、今日の限界は明日の目標になる。だから未来のエンジンはきっとどんどん強くなっていくんだろうね。人間が神になることはさておき、今のエンジンが強いっていうのはオイラたちにとっていいことなのか悪いことなのか。What happened to beating Narwhals and shit, man? What the hell? いつまで起きたことを考えると Depends how she feels. 心配しないで。エンジン様はとても優しくて親切な人だから、きっと気にかけてくれるはずだよ。そうだな。向こうが何もしてこなくて、こっちも何もしない限りは。Why do you open your mouth? もうすぐエンジン様に会えるから、気を揉まないで。そうだな。さて、休んでだいぶ回復してきたぞ。あ、あれって。ああ、あれは、念作刻印碑っていうの。中に念作を入れれば、いいことがわかるよ。Let's go! え？念素はナタ人だけが扱える力だけど。Bad. Okay, calm down, man. All in a day's work. When did the sound came out? Okay. Oh, it's just you.Really, you can't go lower? いい日に引き寄せられてきたの？ポカポカでしょ？人懐っこい竜だったのか。うん。何頭かいる中でも、トトは一番親切で優しい子なんだよ。この子は毎日ここをぐるぐる回ってるよ。外から来た人に。たくましい体を自慢して顔を覚えてもらおうとしてるみたい。うえ、しゃがんでるぞ。何をやろうとしてるんだ。乗れって言ってるみたい。送ってくれるらしいよ。オフィゴー。本当に乗るのか。おいら、やっぱりちょっと怖いぞ。こいつめちゃくちゃでかいし。What are you talking about? You fly, man. あ、そうか。オイラは隣で浮いてればいいんだから、乗らなくていいんだな。What happened to sing beside it? 最高の観光ができそうだぜ。高いところは見晴らしが最高だよ。トトとは友達なのか？うん。小さいからパパとママと聖火競技場でフルーツをたくさん買ったんだけどね。帰り道、フルーツを積んだ台車がひっくり返っちゃったの。その頃のトトは今の半分の大きさもなかったけど、近づいてくるのを見て大好きなラズベリーと夕暮れの実を食べられちゃうんじゃないかって思って泣いちゃった。でもね、
弟はフルーツを一つも食べなかった。それどころかフルーツを奪おうとする他の竜たちを追い払ってくれたんだよ。それからその大きな頭でドーンって台車を元に戻してくれたんだ。それ以来よくフルーツを持ってきてトトにあげるようになったの。トトって名前も私がつけたんだよ。たくさん食べるし成長も早いから、いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あ、見て、あそこが目的地の聖火競技場だよ。That's quick. ここまででいいよ。送ってくれてありがとう、トト。この先の道は歩きやすいから私たちだけで行こう。トトが大変になっちゃうからね。そっか、こいつはでかいもんな。じゃあまたな、トト。着いた。ギリギリセーフだね。友達とここで会う約束をしてたんだけど、どこにいるんだろう。もしかしてまだ来てないのかな。とっくに来てんぞ。いつ来たのか忘れちまったくらいだ。なんでこんなに遅いんだ。言っとくけど、お前が無駄にしたのはこいつらの時間だけじゃないぞ。俺の時間もだ。俺の時間。なんだこいつ、変な竜だな。いや、こいつ竜なのか。おい、初対面の人の前でその傲慢な態度はやめてくれ。カチーナが絶対に怒ったりしないと分かってるからって調子に乗って失礼な態度を取っていいわけじゃない。へえ、知ったことか。一体何様のつも。おい、何するんだ。さて、こいつは閉じ込めた。みんな、すまなかったな。That was time out? しなくていいのに。アハオはストレートな性格なだけだし、私は気にしてないよ。自業自得でしょ。毎回やられても、全然学習しないんだもん。ふん。やっぱり、ムアラニちゃんも、もうついてたんだ。うん。途中で危険な目に遭ってないか心配してたけど、新しい友達ができたんだね。はじめまして、オイラはパイモンだ。 I'm here to win. This is Paimon. Nice to meet you all. I'm Aoi. 旅人？へえ、ちょうどいい時期に来たね。今の聖火競技場ならきっと期待を裏切らないと思うよ。なんで一人で来たんだ？チームメンバーは？みんなはそれぞれの理由で試合に勝てそうなチームを探しに行ったよ。つまりまた見捨てられたってことか。はあ、団体戦をどうにかできたって、個人戦は結局自分の実力次第なんだけどな。でも私のチームにいたら絶対に団体戦で勝てるって保証はできないよ。団体戦の結果はほぼ5名の継承者次第だからね。絶対勝てるって保証できる人なんていないでしょ。自分にそこまでプレッシャーをかけなくたっていいじゃん。それにカチーナちゃんは自信がないだけで本当は全然弱くないってみんな知ってるよ。前回はあと3回勝てば旅順者の戦争に参加できたでしょ。なあ、ずっと聞きたかったんだけど、帰化聖夜の巡礼はナタ人が全員参加するスポーツの大会みたいなものなんだろ。じゃあ旅順者の戦争ってのは何なんだ。前者はあくまで武闘大会だが、後者は本物の戦争だな。相手はナタの永遠の敵アビスだ。Oh. The Abyss. This is the second time I'm hearing that. ここにもアビスが。待てよ、それじゃあ
非化成屋の巡礼の勝者の報酬は戦場に出ることなのか？そうとも言えるかな。だから予巡者の戦争なんだよ。部族の間で競い合って選び出された最強の戦士はアビスを撃退して私たちの故郷を守る。それが物語として記録され末永く語り継がれる。それがナタ人にとって最高の栄誉なんだ。 Isn't that dangerous though? まあね。でも戦争に危険はつきものだし仕方ないよ。アビスと戦うのが私たちの義務だけど、無事に帰ってこられるようエンジン様は祝福を授けてくれるの。人を生き返らせる半言の歌だよ。半言の歌？生き返らせる？そうだよ。だからそこまで怖くないはず。それに前に進む勇気だってもらえるしね。とりあえず登録の手続きを済ませよう。もうあまり時間がない。待って、カチーナちゃんはどうするの？まさか本当に一人で団体戦に出るつもりじゃないよね。オイラたち手伝ってやりたいけど、ナタ人じゃないから参加できないみたいだ。大会に他の参加条件はないし、団体戦のチームもかなり多いから戦況は混乱する。どんなに強く経験が豊富な人でも順調に行く保証はない。 OK。 人が多ければ助け合える。人数は多ければ多いほどいいはずだ。ひらめいた。じゃあこうしよう。登録するときに旅人たちに特別な資格を与えてくれないか聞いてみるの。まあ、多分無理だよね。でもどっちにしても今回私のチームはちょうどメンバーが少ないから。まさかお前のチームメンバーを俺に託す気か？ご明察。どうかな。君って強いし、君のチームに入れるのはメンバーにとってもいいことだと思うよ。俺はそれでいいが、お前らが二人だけになってしまうぞ。二人と一人は全然違うよ。それに私たちが力を合わせるんだもん。ナタに来たばかりのお客さんにだって二人と一人の違いはわかるでしょ。おいらたちに聞くのかよ。I'm sure。 ひそういうことならおいらにもわかるぞ。確かに一人と比べたら全然違うよな。でしょ。我々は一人で戦ったりしない。そんな言葉だって昔から受け継がれてきたわけだし。でも足手まといにならないかな。何言ってんの。ナタ中を探し回ったって私たちに勝てる人なんてそうそう見つからないでしょ。モアラニちゃんは自信家だね。おかげで私もちょっとだけ自信が出てきたよ。はあ。でも古名の継承者2人がチームを組むのって珍しいから、きっと臆病者だと思われちゃうね。別にいいでしょ。ルールで禁止されてるわけじゃないんだし、他人の考えなんて気にしなくていいよ。それにこんな状況じゃそうするほかないでしょ。じゃあ元のチームメンバーへの説明は任せたぞ。そういう面倒事は得意じゃないんだ。わかったわかった。ちゃんとしとかないと私も安心できないしね。エントリーのとこで待ってて。終わったら一緒に行こう。ここだ。ムアラニを待とう。ねえ、入ってきた時入り口に旗があったでしょ。そういえばあったな。There's a lot of symbols then. あれは部族の旗なんだよ。私たち児玉のこと、他の5つの部族が今のナタを形作ったの。なぜ急に紹介し始めた？ちょうど暇だからね。ナタを紹介してあげるって約束したからにはちゃんと守らないと。
なるほどな。俺の部族はかがり木の民だ。高い山の上にあり、ユムカリュウと親しい。仲良しのモアラニちゃんは流線の州の人、海辺に住む部族なんだよ。風景がとっても綺麗で、美味しい魚もいっぱいあるわ。あ、fishing spot here actually。カヨクの集い、メインの親父、北条の国の三つ。I'm curious about the night we know. 火星夜の巡礼が終わった後、That one looks interesting. In terms of the flag we saw. いいじゃん、いいじゃん。流線の州を代表して歓迎するよ。どうせ今は族長もいないしね。まあ、噂をすれば、もう戻ってきたんだね。うん、伝えてきたよ。不思議なくらい順調だった。キーニチの名前って、本当に役に立つんだね。メリットしかない代替案だと思ってくれただけだろ。どっちにしたって同じでしょ。君自体がメリットなんだから。とにかくお待たせ、早速エントリーしよう。 Is this loud? Oh. こんにちは。登録の手続きですね。ええ、でもその前に大会に興味のある旅人が2人いるんだけど、その人たちも参加できないかな。申し訳ありませんが、ナタの人間にしか参加資格がありませんので。そこをなんとかできない？彼女はすごく有名な冒険者で、腕は問題ないよ。観客たちもきっと強い人が見たいでしょ。そんな単純な話ではありません。あなたにとってはただの特例でも、我々にとっては今後出てくるかもしれない無数の例外の先例になってしまうのですから。ヒカセイヤの巡礼には最強の戦士を選抜すること以外にも、戦闘で核地区の炎を集めるというもう一つの使命があるのです。核地区の炎は聖火の一部となります。聖火が消えない限り、ナタがアビスに侵されることは永遠にありません。そういう役割もあったのか。ああ、それこそが帰化聖夜の巡礼を始めた目的だったそうだ。だから参加者は全員、勝っても負けてもナタを守ることに貢献している。参加自体が名誉なんだ。ええ、キーニチさんの言う通りです。そして核地区の炎はナタ人同士の戦いでしか生まれません。外部の人間が関与すれば、炎の生産量や成果の最終的な燃焼状態に悪影響を与えてしまいます。That's good to know. Nobody told me that. なるほど。やっぱり核地区の炎が理由なんだね。It's fine. 大丈夫。私に任せて。最高の観戦席を用意してあげるから。やったね。Cool. 観客になるのもより旅してる感じがして悪くないよな。でも、なんとなく何か引っかかるような。 If the Oath of Resurrection exists, why do we go through this? あ、そうそう、それだ。死んでも生き返れるなら、みんな一緒に戦いに行けばいいじゃないか。どうせ復活できるんだしさ。これほど強い力には制限があるものだ。まず、ハンゴンの歌はコメの継承者にしか効果がない。God, why is there so many rules? 非火星夜の巡礼で勝ってもアビスとは戦わないんだよ。それでも勝てばアビスに勝った人々と同じ名誉が与えられる。これはみんなを守るためなんだ。それからもう一つ、とっても簡単な条件があるの。一言で言えば、勝つこと。勝つ？敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。アビスに勝たなければ復活の資格は手に入らない。失敗すれば死ぬだけでなく、コメも破壊され、二度と継承されなくなる。なぜなら敗者の物語は時間とともに忘れ去られるからだ。それでは存在自体を維持するのが難しい。 Okay, thatWhy? そうだぞ。だって勝ったなら用はないだろ。普通負けたやつを復活させるもんじゃないのか。うん、これはチーム単位の話なの。例えば
5人でアビスと戦ったとしたら、たとえ悲惨な戦況で4人が犠牲になったとしても、残った1人さえ無事に帰ってくることができれば、反魂の歌は効果を発揮できるってこと。勝てた時点でそれはきっと心に刻む価値のある戦闘だったはずだからね。もちろん勝つには十分な実力を持ったチームを組まないといけない。失敗の代償は非常に重いものだからな。帰化聖夜の巡礼の初戦が団体戦なのは、一人で行動するなという忠告でもある。我々は一人で戦ったりしない。単独行動をする者は負ければそこで終わりだ。戻るチャンスなんて二度とは与えられない。どっちにしたって危なそうだよな。その言葉は訓戒だけど励ましでもあるんだよ。みんなで挑んだってもちろん危険はあるけど、それでも私たちは永遠に手を取り合って前に進む。戦いに向かう英雄はあなたの全ての民とエンジン様に支えられてるの。それにアビスは特定の敵ってわけじゃない。普通私たちはアビスがもたらす災害や異常現象に対応するだけでいい。俺は戦いで死に、大霊の国でしばらくさまよっていたことがある。なかなかない体験だった。大霊の国ってことは、大霊って本当にナタのどこかに存在してるのか。どうだろうな。その国は普通の方法で行ける場所じゃないし、大霊と精神的な交流ができるのもごく一部の人だけだ。大霊の存在する場所は矢神の国と呼ばれ、肉体と魂、生と死の狭間にあるとても不思議な場所なんだ。反魂の歌がお前を助けたのはこの世で一番がっかりすることだったな。お前に逃げ出されたことは俺にとって一番がっかりすることだった。なんだと、この偉大な聖竜ググルアハウに暴言を吐くとは、今に見てろよ。はいはい、紹介に喧嘩と忙しくされている間に登録の手続きが終わりましたよ。よく知る皆さんですからあっという間でした。あとはネームカード通りにメンバー登録するだけです。ホテルで休まれるといいでしょう。今夜の食事と宿泊は規定通り無料となります。 She's so done with our shit already. 言い忘れてたけど、明日の試合が始まるまでホテルの食事や遊びは全てエンジン様のおごりなの。友達を呼んでもいいってことになってるから招待するよ。さあ行こう、存分に楽しんじゃおう。遠慮なくどんどん食べて。どれもここの名物料理なの。いくら食べてもいいよ。食べ終わったらまた取ってくるね。エンジン様が泣いちゃうくらい食べちゃおう。泣いたりしないと思うけど。エンジン様は確かに気前のいい方だ。ただ数日スタッフやボランティアは大変な思いをすることになる。ちなみにみんなに迷惑をかけないようにアハウは閉じ込めておいた。しばらくは戻ってこないだろう。 What is he exactly? ちょっと厳しすぎじゃないか。大丈夫だって、そういう関係なんだから。仲間との付き合い方は人それぞれでしょ。ねえ、まだ落ち込んでるの？私が助けてあげるからもう心配いらないよ。わかってる、落ち込んでるわけじゃないよ。ただただ緊張してるだけ。年齢を言い訳に逃げ続けるわけにはいかない。ちゃんと成長しないと。じゃなきゃ余順者の戦争から逃げるつもりなんてないってことみんなに証明できないでしょ。証明する必要もみんなの目を気にする必要もないよ。逃げる気がないなら後ろめたさなんて感じなくていいじゃん。コメの期待を裏切ったってそいつらが思ってるんなら大霊と議論してみればいいんだよね。信じて、大霊はきっとカチーナちゃんの何かを気に入ったからコメを授けたんだと思うよ。私が打たれ強くてあんまり怪我をしないからってわけじゃないよね。
I'm guessing it hasn't gone well in the past. もう7、8回負けてる。成績は上がってるけど。Hey, that's better than nothing. 勝ったことはないよ。実際7、8回なんて大した数じゃない。たとえ成長が目覚ましくなくても、とやかく言われるほどのことじゃない。Thanks. That's what I'm saying. あと一歩だったって言ってたじゃないか。今回は団体戦さえも生き残れないんじゃないかって心配で。大丈夫だって。私がいるんだから。君がこけたら、私が引っ張り起こしてあげる。君が倒せないやつは、私が倒してあげるから。勝利を味わったことがなくても、私を信じることぐらいはできるでしょ。モアラニちゃん、優しいね。信じる。絶対に信じるよ。モアラニちゃんの言う通り、元気出さないとだね。大霊が私にコメンを授けてくれた理由はまだわからないけど、今までこの名前を継いできた人たちだってわからない時はあったかもしれない。それでもみんなちゃんとやり遂げてきた。それなら私だってできるはず。お前のコメンが今まで受け継がれてきたということは、これまでの継承者はみんなそれをちゃんと意味のあるものにできたんだ。でなきゃコメはとっくに戦いで砕け散り、二度と帰らないものになっていたはずだ。ゲパリッシュ。オイラたちも応援するぜ。オイラたちはお前ら専属応援団だ。Call us cheerleaders? No, don't. No. Just cheerleaders. It's fine. 私、あなたたちの元で勉強させてってお願いしちゃったのに、ありがとう。また泣きたくなっちゃった。今日出会えた人たちはみんな優しすぎるよ。感動しちゃった。任せて、絶対に勝つから。少なくともあなたたちの前では恥をかきたくない。そうだ、yeah. ちゃんとご飯を食べないと力が出ないってママが言ってた。ちゃんとご飯を食べるよ。元気になったな。よかったぜ。励ましてくれてありがとね。みんなから見たらまだまだ成長の余地ありって感じだからか、なかなか辛抱強く待っててくれないんだよね。だってカチーナの優しさと努力は伝わったぞ。どっちもこいつの長所だろ。あ、カモン。落ち着け。涙がお椀に入ってしまうぞ。そうだ、飲み物を用意するね。家からジュースを持ってきたんだ。私が絞ったんだよ。コップを取ってくるから待ってて。そんなものまでわざわざ持ち歩いてるのか。カチーナちゃんのカバンは底なしの穴みたいなものだよ。何でも入ってるの。まあ泣く場所を探しに行ったんだろう。みんなあいつのことを結構気にかけてるみたいだな。とってもいい子で妹みたいな存在だからね。実際すでに十分よくやってるんだけど、決定的な成功がまだないだけなの。でも今回はいけるって私の勘が言ってるんだよね。この帰化聖夜の巡礼で勝てばカチーナちゃんは一気に成長すると思うよ。なんでそう思うんだ。お前もそういう経験があるのか。え、全然そういうわけじゃないけど。 OK、 私の自信は生まれつきだし。これはまたおかしな謙遜だな。こんなことを言ってるが、ムアラには3回も余巡者の戦争に出て全勝してる。復活が必要だったこともない。うわ、それって超すごいんじゃないのか。あの時は敵がたまたまやっつけやすいやつだったからっていうと全然すごくない人みたいになっちゃうけど、とにかく難しい挑戦じゃなかったよ。今はとにかくカチーナちゃんと一緒に戦いたい。親友と戦って歓声と拍手を浴びるの。わかるわかるぞ。おい
Yeah, sure, I guess that, buddy, pal. しすぎるなよ。明日は早起きなんだから、寝坊しないように気をつけてくれ。君は絶対に寝坊しないもんね。あ、朝になったら起こしに行ってやる。さすが、わかってる。オッケー、メン。お腹いっぱいだぜ。空腹が満たされたら。でもぐらっていきたいよ。いよいよ明日だな。でもカチーナがやっぱり心配だぞ。助けてやった方がよくないか。だってあいつオイラについて勉強するって言ってたわけだし。いや、オイラはついでだったかもしれないけどさ。カチーナ、二人とも今ムアラニちゃんとトレーニングを終えたところだよ。どうしたの？ナタのことをいろいろ教えてもらったから、オイラたちもお前のことを助けてやりたいと思ってさ。 I want to help you。 へー、君たちって本当にカチーナちゃんが言ってた通りだね。この子ったらすっかり君たちのファンなんだよ。でも私は何もしてあげてないし、そういう門外不出の技みたいなことは聞かない方がいいよね。It's a simple piece of advice, actually. That is more than a contest of strength. え？どういう意味？ Observation skill. 観察。Study your opponents, master their habits. Let wisdom become another weapon of your arsenal.そう、拳の強いやつだけが勝つわけじゃないんだぞ。なるほど、分かった気がする。強くなるだけじゃなくて賢くなるんだね。勝つための能力を培うだけじゃダメで、勝つ方法も知らないといけない。いいね、いいね。相手の弱点を掴んだり、自分の強みを生かしたりできれば、きっとチャンスが来るよ。緊張してるとつい状況判断を忘れてめちゃくちゃに攻撃しちゃうから気をつけるよ。ムアラニちゃん、もうちょっと付き合ってくれない？新しい戦い方を試してみたいの。もちろん。わざわざ教えに来てくれてありがとう。期待を裏切らないよう頑張るからね。うん、最高の成績目指して頑張ってきてくれ。こんなに遅くまで引き止めちゃってごめんね。明日に支障が出たりしないかな。どうせ今は力がみなぎっちゃってて眠れそうにないから。おはよう旅人さん、パイモンちゃん。約束通りに集合。みんな寝坊せずにちゃんと時間通りに来たね。一番危なかったやつがよく言うよ。俺がいてよかったな。うん、朝からあんまり大きい声出さないで、頭が痛くなっちゃうよ。大丈夫？じゃあカチーナちゃんが実力をうまく発揮できなかったらアハオのせいだね。見ろ、これがお前の友達だぞ。わざわざ起こしに行ってやったっていうのに感謝するどころが俺のせいだってよ。ムアラニに賛成だ。やれやれ、どいつもこいつもどうしようもねえな。まあまあ、みんな仲良くしようぜ。カチーナ、
昨日はよく眠れたか？最初はちょっとドキドキしてたけど、ここのベッドすっごく気持ちよくて、横になってたらすぐ寝ちゃった。それならよかったぜ。もしかしたらお前は気づいていないだけで、本当はすっごい心臓の持ち主なのかもな。もうすぐ試合だ。みんな朝ごはんは済んだな。私は食べてきたよ。あまりたくさんは食べないでおいたけど。あ、どうしよう。試合のことばっかり考えてて、食べ物のことを忘れてたぞ。 Calm down。 こうなると思った。はい、君たちの分も持ってきたよ。 Thanks。 いいっていいって。試合が終わったらまた食べに。まもなく試合開始です。選手の皆様はご入場ください。繰り返します。選手の皆様はご入場ください。もうちょっと話したかったけど時間だね。最初に開幕式があるんだけど、席からも私とカチーナちゃんが見えるはずだよ。てなわけで応援よろしくね。任せとけ。お前たちにも絶対聞こえるように目いっぱい大きな声で応援してやるぞ。ありがとう。私も二人の声を探すよ。それじゃあ行ってくるね。また後で。うん、またな。まもなく試合開始です。観客の皆様は観客席にご着席ください。繰り返します。観客の皆様は観客席にご着席ください。今度はオイラたちのことだな。こんなに規模の大きい試合を見るのなんて初めてだぜ。準備ができたら中に入ろうぜ。会場に入って聞かせ屋の巡礼を観戦されますか？試合開始後の入退場はご遠慮いただいております。Oh, okay. I think this is just act one or two. No, we're still act one. Huh. 会場に入って聞かせ屋の巡礼を観戦されますか？試合開始後の入退場はご遠慮いただいております。Shouldn't be too long, right? 周知の通り、帰化聖夜の巡礼には悠久の歴史がある。誰もが巡礼で好成績を収め、予順者の戦争に参加する資格を手に入れたいと願っている。もう知っているとは思うが、一応ルールを紹介しておこう。開幕式の後、選手たちはまず団体戦、次に個人戦に臨む。団体戦の最初、各チームはそれぞれ熱気球に乗ってランダムな場所に降り立つ。そして試合開始だ。選手は試合エリア内の聖火台を見つけ、台の周辺で戦闘を行うことによって各地区の炎を集め、最終的に十分な量の炎を競技場まで持って帰ってこなければならない。戦闘に負け、エリアから離脱した場合や時間切れになってしまった場合は敗北とみなされる。立て続けの遭遇戦に勝ち抜いた強者のチームだけが熱く美しい各地区の炎を持ち帰れるんだ。団体戦で勝利した選手は次の個人戦に進出する。1対1の決闘での勝敗は個人のスコアに影響し、次の決闘相手もそのスコアによって決まる。そして数回の決闘の末、スコアランキング上位5名が予順者の戦争に参加する資格を手に入れることとなる。 I kind of wish they still put a border on it, so I can see what the guy is talking about. エンジン様、開会のご挨拶を。実力、
コンディション、運、戦術、強さを決める要素は多い。しかし勝敗に偽りはない。非化成矢の巡礼は最強を決する試練だが、諸君の成長と進化を知らしめる絶好のステージでもある。今日の勝利は新しい伝説の始まりとなる。 Maybe I'm not hearing her right. ここに非化成矢の巡礼の開幕を宣言する。あいつがエンジンか？すごい迫力だな。カチーナは優しくて親切ないい人って言ってたけど、一体どこからそう思ったんだろうな。I want to talk to him. オイラも話したいけど、非化成矢の巡礼の最中に突っ込んでいくのはちょっと失礼だろ。おとなしく機会を待とうぜ。あ、見ろ、カチーナたちが入ってきたぞ。みんな早く試合を始めたくてたまらない様子だな。選手たちはこれから熱気球に乗って試合エリアに向かう。ジャスカ、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 ジャスGood luck! どんどん歓声が大きくなってきたが、まもなく熱気球の離陸だ。さあ、準備はいいか？ルールを忘れてはいけないぞ。熱気球はランダムな地点に着陸する。地上に降り立った瞬間から試合開始だ。成果をできるだけ集めて競技場に持って帰ってきてくれ。ご分を。今回はここか。ほーん、あんまり人がいないみたいだね。これならいきなり混戦になる心配もないかな。じゃああっちに向かっていこう。途中で他の選手に会ったら全員倒せばいいよ。わかった、そうしよう。団体戦は賑やかに行かなくっちゃね。さあ迷わず行こう。非化成矢の巡礼はすでに始まっている。戦って戦って勝ち進め。聖火台見っけ。まだ誰も来てないみたい。待ち伏せに注意してね。気をつけて、誰か来る。勝ちな、これはこれは、あたしら当たりを引いたみたいだね。上等だ。戦いでしか家畜の炎は手に入らねえわけだし、いっちょやってやろうじゃないか。な、勝った。まだまださ、炎を持って次の場所に行こう。圧倒的なリードを見せているのは火翼の集いのチャスカ選手だ。 What? チャスカ? What? 伝説の選手アムルは6連勝中。さあこの勢いを維持できるか。来たよ。ほう、面白いコンビだな。この魔物たち、試合会場にまで帰ってくるなんて。これも試合の一部なのさ。こんな魔物も片付けられない奴には余獣者の戦争に参加する資格なんてないからな。そいつらを倒す、なかなかやるな。だが、これでお前らの実力も大体見えてきた。悪いな、誰もが決勝に行けるわけじゃない。お前らにはここで退場してもらう。すごいじゃん、カチーナちゃん。私たち、本当に伝説の戦士に勝ったんだ。ほら、ぼーっとしてないで。Are these people okay? 頭角を現している新チームはムアラニとカチーナの二人組だ。彼女たちのチームはすでに何人かの人気選手を打ち破った様子。誰か来ると思ったぜ。おとなしく成果を出せ。そうすりゃ見逃してやる。近づかないで。
選手がこのタイミングで鉢合わせです。期待の新星たちがここで雌雄を決することになります。この山ずいぶん高いな。次の聖火台はあんな遠いところにあるの？登るのにかなり時間かかりそう。大丈夫、私に任せて。上まで連れてってあげる。そう、上に着いた。ありがとね、カチーナちゃん。聖火台は空っぽか。どうやら私たち出遅れたみたいね。くそ、あとちょっとだったのに。先ほど工場の国のイアーサ騎士がゴールしました。期待を裏切らない結果ですね。カチーナじゃないか。悪いけどここで会ったからには簡単には通さないぞ。抵抗が欲しければまずは俺に勝ってみろ。会場の選手がどんどん減っていきます。進出したければ急いだ方がいいですよ。 There's a fire。 待て、成果を置いていけ。おいおい、夢でも見てんのか。俺が一発殴って起こしてやろうか。あそこで戦ってるみたい。どうしよう。もしゃしゃり出てくるんじゃねえ。あ、カモン。おい、一旦手を組むぞ。いいだろう。欲の利を許すのも尺だしな。ズBomb dead.行くよ。成果は十分かな。カチーナちゃん大丈夫？It's time.Are we even going to the stadium? しばらく休んでいてくださいね。団体戦がすべて終わったら抽選を行います。その後は個人戦です。お二人ともいい成績を収められるよう願っていますよ。
お二人の休憩室は別々にご用意しております。カチーナ選手、こちらへ。いよいよ個人戦か。前回は3回勝った数が足りなかった。今回はもっと頑張らなきゃ。大丈夫、今は調子がいいからきっといける。お待ちください、ここは選手休憩室です。関係者以外は立ち入り禁止ですよ。選手以外？俺たちも選手だ、中に入れろ。確認済みです。あなたたちの名前は個人戦の選手リストに載っていないし、ここで休んでいる選手たちの関係者でもないでしょ。実力だけで言えば個人戦に出場すべきは俺たちだ。奇襲にさえ合わなければ負けるはずなかったんだ。この休憩室で待っててやるから今すぐ審判に申した。あなたたち、ほう、会いたくない奴にはよく出会うとはよく言ったもんだな。俺たちを覚えてるか。さっきお前らが奇襲をかけて試合資格を盗み取った相手だ。せっかくまた会えたんだ、ここで一戦交えてどっちが個人戦出場にふさわしいか確かめようじゃねえか。今やるの？相手にしなくていいですよ、そんなルールはありませんから。負けは負けです、言い訳なんてみっともないですよ。ほら、ボケっとしてないで警備を呼んできてください。ルールなんて知ったこっちゃない。聞かせいやの巡礼は最強の選手を決めるためのものだろう。Dude, just call the Ark on you, man. She would just smack the both of these clowns, dude. Like, come on. Omaera wa. Tabibito san, Paimon-chan, dou shite koko ni? Omae to hanasou to omotte kitan da kedo.いきなり悪い奴らに絡まれてるとこに出くわすなんてな。おい、カチーナをいじめるならオイラたちが黙ってないぞ。ありがとう。名前もまだ知らないけど、試合が終わった後なら対戦してみてもいいよ。でも今はダメ、次の準備はしたいから。パパやママ、それに私を助けてくれた友達をがっかりさせたくないんだ。いい加減にしてください。この先アビスの前でも油断してたなんて言い訳をするつもりですか。この辺りでやめにしておかないと今後のキカセイヤの巡礼の出場資格を失いますよ。チッ、今日のところは勘弁してやる。行くぞ。カチーナ、大丈夫か。 So anyway, how did I get in? おかげで助かったよ。さっきは頭の中が真っ白になっちゃって、どうすればいいかわからなくなっちゃった。It's okay. Relax. うん。絶対うまくやって、私の凄さをわからせてやるから。ああ、頑張れよ。ここで騒ぎを起こしている人がいると聞きましたが、解決したみたいかな。A little late there, buddy. いつものあれですよ。団体戦に負けた人が結果に納得できなくて忍び込んで個人戦の選手にちょっかいを出していたんです。はあ、栄光は欲しいけど敗北の苦しみには耐えられないって人がいるんだよな。どうか試合に影響がありませんように。そろそろ準備を始めてください。もうすぐ君の番です。もう私の。わかった、すぐ行くよ。じゃあ行ってくるね。We are moving kind of how fast. What the hell is going on here? Hi. カチーナ、もっと肩の力を抜いていいぞ。自分を信じろよ。Wow. Even as an NPC, I can't even talk. Damn.
お前が勝ち否か。ここに来る前、皆に当たりくじを引いたと言われたが、俺はそうは思っていない。試合に偶然はないからな。本当に噂のようなヘッポコなら、ここに立つことなんざできやし。Well, thanks. You seem chill, man. 初戦があっけなく終わったもんで、まだまだ戦い足りないんだ。お前の実力を見せてみろ。がっかりさせないでくれよ。さて、俺の話は終わりだ。何か言いたいことはあるか。Good luck, have fun. 私負けないよ。たくさんの人が応援してくれてるし、それに私は本気で余剰者の戦争に参戦したいの。交流はここまでだ。各自位置について試合開始。本気で来い。What's this thing? Is it like deal buff? Oh. 本当に負けてしまうとはな。まあいい。少なくともお前の強さを見抜いた俺の目に狂いはなかったようだ。勝者、カチーナ選手に盛大な拍手を。一方、他の会場では。初勝利だな、カチーナ。Ah, wow, so you got punt kicked to the face, man. Wow, one jump, nice. Oh, I thought we were fighting Cheska. どこのガキだい?あんたも余順者の戦争に出るつもりでいるんだね。悪いけど、ここは通さないよ。あなたは。おお、ナイトウィングワン。あたしを知らないんだね。アテアたちが前線を退いてから、あたしらの代も落ちぶれたもんだよ。まあいい。戦ってあたしの名前を覚えさせてやるさ。さあ、かかってきな。I think it's a Nightwing one. Hear it? Can you hear it? This is the reason I'm standing here. Cool. Timing is bad. I like that she has a defense thing. Oh! Yo! What the hell? How do you destroy them? Do I climb it? I think I do.Well,
Whoa! Okay. Kinda had a feeling that he would do something else. Wasn't expecting a homing missile on me. Oh, it wasn't an explosive one, it was just separates at some point. Buff. Jump on her! Minaoshitayo. Sakki itta koto wa torikesasete kure. Kachina, anta ni wa jitsuryoku ga aru. Anta mitai na wakamono wa jibun tachi de kiseki wo okoseru daro. Shousha wa Kachina senshu! カチーナ選手、少し休んで最終決戦に備えてくれ。あ？旅人さん、パイモンちゃん、応援ありがとう。お前が強敵をたくさん倒すところ、ちゃんと見てたぞ。すごいじゃないか。私も嬉しいよ。こんなにスコアを稼げたの初めて。調子はどう、カチーナちゃん。ムアラニ、お前も来たんだな。試合が始まる前にここに来れるように許可をもらったんだ。カチーナちゃんの今のスコアなら最後のラウンドで勝てば旅順者の戦争に参加できるかもしれないよ。それと最後のラウンドの対戦相手は私。うん、私もついさっき知ったんだけどね、私たちスコアが近いから、つまり勝った方だけが先に進めるってことになると思う。ムアラニちゃん、二人で一緒に行きたかったのに。私だってそうだよ。でも仕方ないね。スコアが近い人同士は当たりやすいから。元気出して。戦争は残酷で、アビスは私たちに容赦なんかしない。この場で一番強い者だけが旅順者の戦争に参加する資格を得られるんだから、私は全力を出すし、カチーナちゃんにもそうしてほしい。勝ちを譲るのは一種の哀れみだけど、私たちにそんなものはいらないでしょ。さあ準備はいい？全力で行くよ。At least connect the okay。つまり、ムアラニとカチーナのどっちかが絶対に負けちゃうってことか。おいらたちどっちを応援すればいいんだ？どっちかが必ず勝つの間違いでしょ？どっちが勝ったってめでたいじゃん。どっちが勝ったってきっと嬉しいと思う。カチーナちゃんだって同じ気持ちでしょ。だからあまり深く考えないで対戦を楽しもうよ。旅人パイモン、また試合の後でね。カチーナちゃん、会場で待ってるよ。カチーナ、ほら。私だっていっぱい訓練したから。それにモアラニちゃんにはたくさん助けてもらったから、その努力は無駄じゃなかったって見せてあげたい。ずっと信じ続けてくれてありがとう。
今度は私も自分を信じてみるよ。うん、応援団1号と2号も応援してるからな。試合で一番大事なのは、Let's go. Ooh, that, was that a pirate, man? The hell? 誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉の子代表、カチーナ選手。対戦相手となるのは、若くして数々の栄誉を勝ち取ってきた優先の州の勇士、ヌアラニ選手。親友同士だという2人が戦いでどんな火花を散らすのか、乞うご期待。散々戦ってきたのにまだ緊張？だってムアラニちゃんだから。でも最後がムアラニちゃんでよかった。負けたって悔いはないよ。何言ってるの、カチーナちゃん。譲り合ってる場合じゃないよ。勝利を渇望してるんでしょ。欲しいものは声を大にして主張しなきゃ。勝ちたい。マナニちゃん、今度こそ勝つよ。Man, how many pufferfish do you have? Jesus. Oh, she's gonna bomb her. What the f- Where did that happen?今回の帰化聖夜の巡礼の勝者はこれで全員決まりだ。盛大な拍手とともに舞台に上がってもらおう。まずは6回連続選出となる火曜区の集いチャスカ選手。一人窮地からの見事な逆転劇を見せてくれた北条の国。Why is she? Oh no, that's a different person. Who? Your name? 10年ぶりの勝利となる流線の州ケウラニ選手。各地の歴戦で名を轟かせるかがり木の民キバング選手。そして
強い心を持ち続け、サナギを破った児玉の子、カチーナ選手。カチーナ、こっちを見てくれ。私、ピカセイヤの巡礼で勝ったんだ。はあ、夢みたい。夢じゃない。お前は自分の力でここまで来たんだ。今回の予巡者の戦争にはこのメンバーで行くんだね。よろしく、カチーナ。Here you go. Oh shit. I thought you were a dude. 数え切れないほどの犠牲を乗り越えれば、必ず炎のように燃え盛る未来を迎えられるのだと君たちは信じさせてくれた。戦士たちよ、これは命令であり懇願でもある。アビスを打ち倒し、勝利と栄光をナタにもたらしてくれ。はっ。 はい。旅人パイモン、やっと見つけた。カチーナちゃんを助けて応援してくれてありがとう。本当に強くなったね。今回は完敗だったよ。負けたのはいい気分じゃないけど、カチーナちゃんのことを思うと嬉しくもなる。はあ、本当に複雑だよね。ってことで気分転換しに行かない？カチーナちゃんたちはこれから予巡者の戦争に行かなきゃだから、私が代わりにナタを案内するよ。いいな。旅人、お前はどう思う？ I'm sure, I guess. どうしたんだ？ I'm a little worried about her. This is her first time, no? 正直、私もちょっと心配。でも、経験豊富な頼もしい仲間がリードしてくれるだろうから、きっと大丈夫だよ。栄誉にはリスクがつきもの。勝利が当たり前のことだったら誰もそれを誇りには思わないでしょ。でもカチーナちゃんがそう簡単に倒れることなんてないって信じてるよ。だってあの子の子名はウッサビーティだもん。こっちもやるべきことをやらないとね。まだ流星の州には行ったことないでしょ。ほら、案内してあげる。流星の州は私たちとコホラ竜が共に暮らす部族で最高のリゾート地でもあるんだ。風習とかいろいろ教えてあげる。きっと気に入ると思うよ。先を越されちまったみたいだな。あ、what? キニチ？俺も探してたんだ。かがり木の民に招待したいと思ってな。ナタの冒険者協会のほとんどはかがり木の民出身だよ。お前らも興味があるかもしれないと思って。ちょっと順番だよ。今回は私が先だからね。Damn it。ああ、お前に譲る。旅人パイモン、もし時間があったらこっちも見に来てくれ。 Thanks。 かがり木の民。 Oops, I got your line. Oh god。 よし、準備ができたら流星の州に出発だよ。Reputation? Oh!